て、まあ、実は野村来てもらう前から、はい、島にみたいな、はい、その辺の普通に出しましょうか。でも適当にじゃあ、はい、もう撮ってるんで、はい、じゃあ普通に、はいはい、お願いします。はい、うん、先日フューチャーセンターでの上映会にお邪魔させてもらって、はい、ありがとうございます。ロングランフィナーレ、フィナーレになるまで行かなかったのか、申し訳なかったなと思いつつ、撮影終わった後に材料だった中島のみかんっていうのがあってのそうなんだよ、ね、あと中島に、うん、行って、実は監督の、ね、お墓をおうちのお墓を見に行ってくる、瀬戸内海のね、中島海に向かって、そうですね、歩いて家紋を見てくれたんですよね。そうですね、教えてもらって、そうですよね、本当にあるのか、あるのかどうか、実は中島じゃないんじゃないかなんてことはなかったですけど、ちゃんと行って見てきたっていうのも、はい、伝えるにちゃんとできてなくて、うん、実は家紋ってすっごい映画の中で、これは僕の思い入れなんだけど、はい、まあ、僕の中でも原点なんですよね、はい、まあ、藤が冠になってるっていう、はい、藤っていうのがすごい原点で、和菓子遊びさんは和菓子の神様ということで、はい、道後温泉のね、はい、いや本当に裏にもね、はい、道後中島神社っていう、はい、ね、そういうことももちろんご存知で、本当にそことね、なんか、はい、うちの、まあ、ご先祖というか、まあ、うちだけのご先祖というか、島のね、瀬戸内海のそういった、はい、海賊のね、言ったら、はい、ね、そういうなんか、つながりとかね、遠い過去のつながりとかね、まあ、そういうものがなんか、この映画で表せたらいいなって思ってた。うん。縁が広がる、つながっていく、輪が広がっていくっていうのは、すごく、うん、面白いなっていうのが、はい、ただ映画出させてもらったから終わりとか、じゃないとか、うん、はい、結果としてそうなってたのが面白いな。あ、そうですか。なんかそれもなんかね、稲葉さんがね、和菓子にかける原点とか、お墓とか家紋とかね、あと和菓子の神様がある中島神社とか、はい、わざわざ私まだ和歌山行ってないんですよ、あれから全然行ってないです、まだ、はい、そこに、まあ、私の父の、お墓のね、家紋を見てくださってから未来シアターを見たという、この義理ですよね。これはさすが和菓子のプリンスっていう感じがね。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません。撮影してます。なんかそういうのが本当にやっぱり稲葉さんのすごい和菓子を大切にしてる和の精神とかね。そうですね。うん。和菓子を介して人と縁ができてる。うん、和菓子やってたからこの映画にも呼んでもらえただろうし、うんうん、和菓子をやってたから中島に行く目的も見出せたかもしれないし。和菓子のためっていうよりも、うん、なんか和菓子をやってたおかげで、うん、いろんな人とつながっていけてるっていうのは実際に感じてる、うん、というか、なるほどね。なんか僕も本当になんか魂レベルというか、なんかそういうね、魂レベルというなんか言い方があれなんだけど、本当にその和菓子を魂から愛して作ってっていう、そういうところと、やっぱりその日本がね、本当にその正しく守っていくもの、はい、そういうところもなんかすごい大事にしつつ、やっぱり和菓子遊びさんの作るものって本当に革新的じゃないですか。で、僕そう本当に思ってて、なんかそういうところがすごいなんか共感できた、融合できた気がしちゃったんだよね。映画はいろんな人に見てもらえるね、続いていくと嬉しいなと思います。まあロングランフィナーレしたところなんですけど、まあ、はい、形を変え、うん、形を変えね、成長していく、そうですね、どうもありがとうございます。